アラタンオチルは、中華民国時代の軍人、政治家、モンゴル族、豪は、タカラチン、スイエン・オルド水翼後期の人、若年時代から王府、ハタフで文書工作を担当していた。27歳で、半銀期蛇作軍王を継承する。中華民国成立後は、臨時参議院参議や安福国会時の衆議院議員を務めた。1924年、 医府上副名長となった。1928年、パオートーク防復司令となる。1933年、犯人保安司令を受立して自ら保安司令となり、1934年3月、猛虎地方自治政務委員会委員に任ぜられた。1936年1月、水援省において、猛虎革命地方自治委員会副委員長を務めている。1937年2月、 陸軍中将に任命された。日中戦争勃発後の1937年10月に、猛虎連盟自治政府が成立すると、アラタン落ちるは、同政府の参議会参議となる。翌年2月、陸上名副名長を兼任し、小解析を支持した、名ャクトルジャップに代わって、名長の職務を執行した。1939年9月1日、 盲子連合自治政府が成立すると、共謀委員会委員、オルドステイシン軍総司令となり、引き続き、威婦城副名長も務めている。1941年、内モンゴル西部に設立された、臨時行政区行政長官と経営し、第十二市中上市長も兼任した。盲子自治区に崩壊後、アラタンオチルは内モンゴル人民共和国の政府委員、交通委員に選ばれた。また、 風作儀から伊藤情名保安市市長に任命される。1947年、伊藤情名の邪作、副名長となった。1949年春、員営においてレムチュクドンドブラが主導する猛古自治、ヒカルソ内委員会の主任委員に就任したが、同年4月16日に病没した。去年68、ありがとうございます。